WhatsApp Messenger、または単に WhatsApp は Facebook Inc が所有するアメリカのフリーウェア、クロスプラットフォームの集中型メッセージング及び VOIP サービスである。ユーザーはテキストメッセージや音声メッセージを送信したり、音声通話やビデオ通話を行ったり、画像、ドキュメント、ユーザーの場所、その他のコンテンツを共有したりすることができる。 WhatsApp のクライアントアプリケーションはモバイルデバイス上で動作するがデスクトップアプリを使用している間ユーザーのモバイルデバイスがインターネットに接続されたままであればデスクトップコンピュータからもアクセスできるこのサービスに登録するには各ユーザーが標準的な携帯電話番号を提供する必要がある2018年1月 WhatsApp は 小規模事業主をターゲットにしたスタンドアロンのビジネスアプリ、WhatsApp ビジネスをリリースし、企業が標準的な WhatsApp クライアントを使用する顧客と通信できるようにした。2009年5月4日に提供を開始し、2016年2月1日午後にユーザー数が10億人を超えた。2021年現在は20億人を超えている。2014年2月19日に、 米フェイスブックが160億ドルで買収することを発表した。さらに30億ドル相当の制限株式ユニットを付与したので190億ドル規模の買収と報じられている。1ドル100円換算では1兆9000億円の買収インターネットを通じて無料でテキストメッセージ、写真、動画を送信したり、位置情報を共有するなどの機能を備える。 VOIP による音声通話機能はないが2013年8月にはボイスメッセージ機能を追加しており最高経営責任者のジャンコームは異なる言語を使うユーザー間のやり取りなどではキーボード入力より音声を使った方が簡単と説明した WhatsApp はスマートフォンのアドレス帳に登録された電話番号をアカウントに利用している WhatsApp ユーザー同士は お互いの電話番号が登録されたアドレス帳を同期することで登録を行う。メッセージを送信すると灰色のチェックマークが1個、相手に届くとチェックマークがもう1個ついて2個になり、相手が読むと青色のチェックマークが2個になる。同様のサービスである LINE と異なり、清見という表示や既読人数は表示されない。ワッツアップはアプリのダウンロード。 サービスの利用料ともに無料である。以前は2年目以降は年間99セントの利用料が発生していたが2016年1月に無料化された。アプリについてもかつては有料アプリとして配信されていた。一方で同社は WhatsApp には広告を載せないとしている。公務 CEO は広告が表示されることを好むユーザーなどいないとし、また スペインで発生した列車脱線事故が原因で車内に閉じ込められた乗客の一人が w a t ア s App 上で配偶者と連絡を取り合っていたことを紹介しもしそんな差し迫った場面でユーザーが広告を見なくてはならないとしたらどうだろうかと広告掲載による収益化を狙う競合他社を批判している w a ツ t s App Inc. はカリフォルニア州サンタクララで2009年に 元ヤフー社員のブライアン・アクトンとジャンコームが設立した。社名のワッツアップはワッツアップとアップをかけたダジャレに由来する。ワッツアップによる個人情報の扱いについて共同調査を行ったカナダとオランダの規制当局は2013年1月28日にワッツアップはプライバシー関連法に停職するという見解を示し、非ワッツアップユーザーを含むアドレス帳べての 電話番号を収集、維持していることと送信されるメッセージが暗号化されていなかったことを問題点として挙げた。校舎については2012年9月に暗号化に対応して改善されたが、両当局は同社の対応にまだ満足していないとしている。2013年9月17日、セキュリティ対策ソフトの開発、販売を手掛けるトレンドマイクロ社は、 WhatsApp の新たな音声メッセージが届いたことを知らせる通知を装ったスパムメールを PC やスマートフォン上で確認したと同社ブログで発表した。音声メッセージの再生に偽装したプレイと表示される入り口からユーザーを不正なウェブサイトへ誘導させて不正なプログラムをダウンロードさせる手口が使われているとしている。またトレンドマイクロはこのスパムメールについて PC より Android などのモバイル端末を標的にした脅威であるという見解を示している。2013年12月26日、セキュリティ関連のソフトを手掛けるマカフィー社は Google プレイで公開されていた人気ゲームアプリに WhatsApp のテキストメッセージと写真をユーザーに無断で抜き取るトロイの木馬が組み込まれていたとする内容をブログで公開した。 圧倒的に利用者の多い WhatsApp の暗号の脆弱性につけ入って、トロイの木馬を使った攻撃の対象にされたとしている。2014年、イランはインターネットを厳しく検閲する動きの中で、米 Facebook の CEO であるマーク・ザッカーバーグを WhatsApp 及び Instagram におけるプライバシーを侵害しているとの訴えを問題にして、法廷に召喚した。米国とイランの間には、 犯罪人引き渡し条約は結ばれておらず、召喚は実現しなかった。2015年、イラン政府は、ヒースラム的な情報媒体であるとして、ワッツピンスタウリングと、ラ i n へのアクセスを禁じた。実は、ローハーニー大統領自身は、WhatsApp、Facebook、Twitter などのアカウントを持っており、実際に使っていた。同志は、イラン国民に、 ネット使用の自由をもたらしたい立場であったため、使用継続を支持していたが、結局イラン政府が好ましくないメディアであるとして、禁止に至った。2016年、セキュリティ対策強化の一環として、画像も含め、エンドツーエンドのすべてのやり取りの暗号化を完了したと発表した。これにより、WhatsApp のサーバーにやり取りされているコンテンツが、 プレーンテキストで保存されなくなったことを意味する。WhatsApp 側が暗号化キーを保有してないため、ユーザーのメッセージを解読してアクセスすることはありえない。また、仮にアクセスへの令状が出ても、政府に要求されても、WhatsApp はメッセージデータを開示することは不能である。全世界の月間アクティブユーザー数は2013年4月に2億人、同年8月に3億人。 2015年4月現在で8億人を突破したと公表されている。2020年に20億人を突破した。交わされるメッセージは、送信が1日あたり160億件、受信が同320億件、処理される画像は同5億件に上るとしている。現在他社に比べて、特に西ヨーロッパ諸国で圧倒的な利用者数を得ている。ありがとうございます。